ということで、続いては今週のスペシャルゲストです。私ももう尊敬しています。究極のハードロックバンド、デッドチャップリン。いらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。どうぞ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 。いらっしゃいまし、いらっしゃいまし。さあ、全員で登場は初めてですよね。どうも、デッドチャップリン。どうも、こんにちは。新原さんはね、はい、この間も、ね、そうです、この間出してもらってね、いただいたんですけどね、今日はあの初登場なんで、メンバーさん、皆さん、はい、ね、自己紹介をしていただきたいと。はい、ドラムの菅沼、コウソキンです。よろしく。そして日本一のテクニックドラム、ギターの、チャチャマルコと藤村幸宏。どうも、皆さん、よろしく。そしてでベースが、永井俊美くん。永井さん、永井です、よろしく。そして新原さん。あ、新原です、ね、はい、ね、ありがとうございます。この間ですね、今もう話題になっているフーズというバンドね、はい、あれのイベントにですね、なんと永井さんと菅沼さんが参加したということで、飛び入りですか。はい、乱入しました。これ、ね、はい、これ今ね、落ち着きましたけどもね、これはあの岩田の謎のハードロックバンドフーズって言うんですけどもね、はい、どっかで見たことあるようなね、日本にもこういう人いますよね。いますね。ね、あのこの方は外人の方なんですか。あの隣のトトロに出てくる妖怪ですね。そういう感じのボーカル、はい、異様にでかいボーカルですね。そうですね。そういうこと。いろいろあの飛び入りした人もいて、庄屋の五十嵐さんとか、そうですね。あと中山さんと、バービーボイズのエンリケさんもね、飛び入りしたということで、でバグーズランプのパンキーさん。そうですね。ね、ガン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 と見覚えあるねんな。さあ、そしてデッドチャップリンの永井さんと菅沼さんは、これ二人であれですか。そうです、二人だけで、ええ、なってやって、こういうずっとこの状態で。そうですね。いや、僕はなんかトラブって出てこないのかなと思ってたんですよ、うん、キーボードの彼が他の人スタンバイしてたらしいんですね、それが、うん、で気がつかずに延々二人でやってたっていうね、うん、貧粛もん。何分ぐらい10分以上やってたんですね。あれはずっとコンサートでその10分やってますね。バーンってやってですね。私がね、とてもね、いつもね、思うんですけどもね、まあ、デッドチャップリンといえば、すごいあれですよね。なんていうんですか、演奏の、今見ていただいて分かるんですけどね、難しいことをやってるでしょう、すごく。いや、かっこいいんですけど、ね、難しくはないんですけどね。ああ、ただ、そういうのが得意だから、うん、こういう形になってるんですけど、うん、なるほどね、すごい。こういうのってだから曲作る時とかってそういうのってどうやって作っていくのかなって思ってるんですけどね。いや、スタジオに入ってね、ああいう風にセットしてるところで、うん、好きなこと、うん、ジャムセッションっていうのをやって、やっぱりセッションしながら、そうそう、それでそのスタジオの真ん中にテープレコーダーを置いてね、うんうんうん、で3時間ぐらいと3時間ぐらいこう録音しっぱなしで撮りっぱなしにして、それでそれ後で聞き返して、うん、これかっこいいなっていうやつを、うん、編集して曲にせずにまとめるっていう方法も、うん、そういう感じで結構やってね、多分ね、コピーするやつらもね、すごい大変だなと思うんですけどもね。いや、本人もコピーできない曲もあったりし難しすぎて。これやっぱポイントとしては何でしょうね。ポイントですか。ね、私のベースですかね。コピーのポイントといったらやっぱ、あ、違いますね。いや、ナイさんはフレットレスベース使ってるから。フレットがないベース ね、フレットレスベース使ってる、ね、これはポイントは何でしょうね。コピーするポイントといったら感覚ちゃいますか。この人のはね、特に難しいんでね、うん、やめた方がいいです。あ、コピーしない方がいい。いやいや、そうですか、なるほどね。これなんかあれですって、なんか、あ、もう今日はあれですか。なるほど、今日は一発歌っていただくということで、はい、ね、今日はもう時間あんましね、なくて本当にごめんなさいね。じゃあ早速セッティングの方、はい、よろしくお願いします。もうすごいんだよ、これが。もうもうこの難しさといったら本当にデッドチャップリンかカシオペアかっていうぐらい難しいからね、これがね。結構ね、本当はこれでもかこれでもかというね、ハードな演奏してくれますからね。本当かっこいいよ、これね。私も1枚目も2枚目も愛聴版でね、聴いていますけどもね。もうね、早速いいですか、3番の方はね、よろしいでしょうか。ご存知、元ラウドネスのね、新原実さん率いるですね、もうよりパワーアップした実力バンド、デッドチャップリン。今回はね、メンバー全員が唯一最強のサウンドと豪語する、セカンドアルバム、ロック・ザ・ネーションからアルバムタイトルにもなったこの曲をお届けしてもらいましょう。ロック・ザ・ネーション。